皆さんこんにちは、ムンチョと申します。サウジカップデーに日本馬がさらに追加ということでですね、いやこれはですね、もうその割合的にですね、その大本命のサウジカップで日本馬が勝つ可能性めちゃめちゃ高いと言わざるを得ないですね。この間動画でご紹介した後ですね、まあ、追加の招待っていう馬もいたと思われまして、さらにカフェファラオ、クラウンプライド、バンドギャルドの3頭っていうのが追加されまして、計6頭がね出走予定ということになりました。いやこれはですね、フルゲート14頭っていうことを考えると、もう約半分近くね日本馬が占めるっていうことになりますから、いやこれはですね有利と言わざるを得ないかなというところですね。いやこれで10着以内だったら2000万以上の賞金が入るわけですからね、まあ仮に、ね、勝てなかったとしてもすごく有意義な衛星になることは間違いないですね。まあ、ここまで来ると逆にですね、海外勢どれだけ参戦しないのかっていうことを考えてしまったり、まあ、もしくは参戦したかった馬はいるものの、運営さんがですね日本馬を相当評価している、もしくは優先してくれたのかなっていうふうには、まあ、思うところですね。まあ、あとはこんだけ増えてくるとですね、やはり参戦馬っていうのもバラエティ豊富になりまして、まあ興味深いのがですね、果たしてその日本ではですね芝で走っていた馬がどこまで走るのかっていうことですよね。今回ついにですねバンドギャルドまで追加されたっていうことになりましたから、さすが日本馬の場合はですね、まあその現役成績はもちろんのことですね、血統的に言っても父はディープインパクトで母父モチベーターですから、もう品系をですね本馬のカタログから探ってみても、もう明らかにですねヨーロッパでの重賞やリスデッドの勝ち馬が目立つというところで、いやこれで世界最高賞金のダートレース勝つなんてことがあったら、もう馬場適正とは何なのかっていう感じにね、まあ、あくまでその現役成績や血統背景からはまあ思うところですよね。モチベーター、レインボークエスト、デインヒルですからね、これでダートっていうのはちょっと印象がなさすぎるかなと。まあもちろんですね、それ以外でもやっぱり一頭一頭馬体とか気象的な面でダートが合ってるっていうね見方もあるでしょうから、まあ、そこに感謝ですね、ぜひ詳しい人から教えていただきたいなというところなんですけれども、まあ個人的にはやっぱりですね、ここまでの芝馬っていう地図を逆転できるところまではあるのかなっていう疑問はまあ正直あるところですね。まあ、やっぱジオグリフやパンサラッサーっていうのはですね、やっぱドレフォン3区なところであったり、一応そのロードカーナルはワストームキャット等のチームも入っていて、ダートをこなしてる3区もいるっていうことがありましたからね、そこと比較してもやっぱり本場っていうのはなかなか特殊な参戦なのかなと個人的には思いましたね。まあただ一方でですね、やっぱり日本の砂ダートはある意味特殊って言われるようにですね、こう必ずしもそのカフェファローやジュンライトボルトのようにですね、その舞台で結果を出してきた馬がこの海外のダートでも同じような能力を発揮できるかって言われると確かに難しいところはありますしですね、まあそれこそカフェファラオの父アメリカンファラオなんかは、まあ、明らかに日本の砂ダートの適性がめちゃめちゃ高いのは確かなんですけれども、やはりタイムズケール等を見てもですね、もう初年度の20万ドルからずっと下がり続けていて、もう今年は6万ドルっていう価格からもですね、やはり期待された通りのアメリカダートでの結果は出せないのは分かるわけですよね。まあ、ですからどちらかといえばですね、カフェファラオとかジュンライトボルトにとってはですね、まあ日本で発揮できてたような同じような砂質だとありがたいなっていうところはあると思うんですけれども、まあ果たしてですね、そのサウジアラビアのこのダートはですね、そのアメリカタイプの土ダートなのか日本タイプの砂ダートなのかと言われますとですね、結構これまでの結果や騎士のコメントなんかを見てると、その中間ぐらいなんじゃないかっていうふうに言われてたりはしますね。タイム的に見るとこれまではずっと1分50秒前後で推移しておりまして、まあ、この時計はですね、去年のチャンピオンズカップよりはやはり1秒以上早いっていうことにはなるものの、とはいえね、その前の年には帝王ケインズやチューアイウィザードが49秒台、クリスベルなんか48秒台なんかも出しているように、まあ、決してね届かない時計では全くないと、まあ、とはいえねやっぱり遅い時計っていうわけではなくて、やはりね初年度の勝ち馬マキシマムセキュリティなんかはやっぱりアメリカのダートで、まあ、ケンタッキーダービーでも1位入着したような馬ではありましたからね、やっぱりアメリカの馬にとっても
十分に結果を出せる馬場であるのは間違いないところかなと。まあとはいえね、やっぱり1分47秒台みたいな時計は現時点で出てないところがありますから、まあまさにですね、日本馬もアメリカ馬も結果を出せるちょうどいいね時計になってるっていうのは分かるところかなと思います。で、他芝馬っていう意味でもですね、まさにミシュリフなんかはフランスダービー馬っていうね、まさにヨーロッパの芝の一流馬だったのにもかかわらずサウジを制して、その後ドバイ転戦してシーマクラシック、今度は芝で勝ったりするわけですからね。まあもちろん本馬はドバイミレミアムから続く芝だと万能性のある父っていうところもね、かなり関係性はあったとは思うんですけれども、まあまとめとしましては、まあとりあえず一定のね高い能力がどの馬場でもあれば構想できる可能性はある舞台と言っていいのではないでしょうか。まあですからヨーロッパの凱旋門賞とかプリンスオブウェールズ去年の結果みたいに極端にはやっぱりなりづらい舞台ではあるのかなと思いましたね。まあコース形状的に言ってもね、日本の競馬場と近い楕円形で綺麗な馬場っていうところもありますしね、直線も一定の長さがあって平等な戦いができるんじゃないかなとは思っておりますけれども、まあ逆に言えばやっぱりね、アメリカの強い馬もそのまま大きく変わることなく結果を出してくるっていうことにもありますので、やはりそういった馬たちはね強敵になるのは間違いないところかなと思います。まあ叶うならばですね、フライトラインが現役だったら出走していた可能性もあったのかもしれませんけれども、まあ商売入りしてしまいましたんでね、まあ逆にこれをいい方に取れればチャンスが広がったとも言えるわけで、まあぜひですね、ドバイワールドカップに続く久々のねダートの超高額賞金レースの勝利見てみたいところでございます。で、そしてですね、今回のサウジデーで話題になってるのが、いやジョッキー選択ですよね。今回これ赤くなってるのどういうことか分かりますでしょうか。これですね、もうすごくね水月に最近なっている外国人ジョッキーと日本馬の組み合わせということになりまして、ついにこの参戦する6レース中4つがもうすでにこのジョッキーとの組み合わせで発表がされております。しかも前頭ね、もう有力馬中の有力馬に乗るっていうことになるわけですけれども、それがですね、あのおなじみオーストラリアのダミアン・レーンジョッキーでございます。いや私もねノルマンディの近況を見てて誰になるんだろうってギャリングタクト気になってたんですけれども、まあやっぱりね松山騎士に戻るかどうかっていうのが結構注目されてたところであったと思うんですが、まあここはね前回のマーク&騎士に続き外国人ジョッキーへの依頼ということになりましたね。まあもう本当にダミアン・レーンジョッキーへの最近の日本関係者さんの信頼っていうのは凄まじくて、もう本当日本に来た時なんかはそれこそマーク&騎士はドイル騎士、ムーア騎士と比較しても有力馬っていうのを集めておりましたよね。で実際にセリフォスでは G1 勝ちを決めたり、そして海外に行ってもですねウィン・マリリンを勝利に導いたりと、もうそのオーナーの幅も広くてですね、モーザンファームに小宅ファームに社大ファームに岡田さん関係の牧場にということで、まあそれが如実に現れたのが今回の騎乗依頼ということになるでしょうね。岡田スタッド社大ファーム社大ファーム社大ファームですからね、もしかしたらタフスプリントのノーザンバのどれかにも乗るかもしれないですし、まあ本当今一番日本関係者さんが乗せたいジョッキーと言っているのではないでしょうか。ついでに言うとですね、もうダミアン・レーンジョッキーも完全に日本優先してるっていうところがあって、もう調べてみたところこの同日にですねオーストラリアでも G1 が3つも行われる日のようなんですよね。それを退いてでもここに参戦する、しかもこれだけ日本馬に乗ってるっていうことは、まあオーストラリアの馬が大方面の馬で来るっていうわけではないでしょう。そもそもに G1 それは3つあったらそっち出るでしょうし、ダートではないでしょうしね、まあもう日本で常駐してるジョッキーではないとはいえね、ルメール騎手やデミュール騎手の独占している時代レベルにですね、まあ、ダミアン・レーン騎手密接な関係を築いているのを感じるところですね。まあ実際それにこれまで応えてくれてましたからね、それこそ地元のオーストラリアに来たってリスグラッシュに乗ってくれてですね、コックスプレートしっかり貸し切ってくれましたからね。これ意外にもレーン騎手オーストラリアだとリーディング去年は10位以内にも入っておらず、現時点でもね抜けた成績を上げてるわけではないということで、むしろ前まで来ていたクレイグ・ウィリアムズ騎手とかね、ヒュー・ボーバン騎手がずっとそちらではすごい結果を上げているものの、日本馬とそこまで蜜月かっていうと
とまあ微妙なわけですよね。まあ、つまりやっぱりこうジョッキーもですね、シュオーバーとかと同様やっぱ相性があるっていうのは私は言えると思いますよね。もちろん一定のねホームでリーディング上位の人しか日本に来れないので努力があるっていうのは確かなものの、やっぱその中でね騎乗スタイル的に合ってる合ってないっていうのはあるような気がしますよね。で個人的にそうなっている理由として最近すごく思うのが、やっぱダミアン・レイ騎手はですね、他の外国人ジョッキーに比べてやっぱこう待てるっていうところがあると思うんですよね。それがこう日本の瞬発力に非常にマッチしてるような気がしますね。まあそれこそ具体的なレースを挙げればウィン・マリリンやセリフォス、他リス・グラシュ、ノームカー、全てそうですけれども、全て直線のギリギリのところまで結構ずっとこう待ってたというかね、全くもって焦らず最後に切れ味を生かしての勝利っていうところがあったと思うんですよね。逆にこうダミアン・レイン騎手でこう早めからねずっと追い通しで手応えのない馬をこう粘り通すみたいな、そういったレースはかなり少ないような印象があって、まあ、結構どっちかというとこうヨーロッパの騎手ってそちらの方がねこう剛腕で、もう地元ではもうタフで重い馬場でもうヘトヘトの馬をやっぱりこう走らせるっていう技術が求められると思いますから、まあ、それを日本でも発揮してくれてる面が強いと思うんですけど、まあ、もちろんですねそれがもうめちゃめちゃ生きる日本馬っていうのもいるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりですね全体的な傾向としては日本っていうのはやっぱ軽い馬場でですね、もうどれだけ最後の直線で用意と切れ味発揮できるかっていうね形態をやっぱりしているところがありますから、やっぱバタバタでね最後どれだけ持たせられるかっていう展開は、まあ、結構特に芝だと少ないと思うんですよね。だからそこがですねもうまさにダミアン・レイン騎手の場合はもういかんなく待って、それこそ日本人ジョッキー以上に待って切れ味を発揮することができる、よくそこまで待てるなっていうぐらいやっぱ待てる印象が私はありますね。でも実際はやっぱりサンデーの地っていうのはそのぐらい待った方が切れ味を発揮することができる、ここがねこれだけ日本馬と世界各地でですね結果を出せる理由だと個人的には思いますね。なんかこの若さながらも本当冷静沈着な印象がありますよね。 G1 の大舞台でねあそこまで待てるジョッキーなかなかいないですよ。もうそれこそセリフォスやねウィマリリンの関係者さんコメント見ていてもちょっとこの展開で届くのかとおっしゃってましたけれどもね、そこを待ちに待って差し切ったっていうのはやっぱりダミアン・レーン騎手だからこその芸当だったと私思いますね。ということでね、まあ、今年もサージでその手腕をですね遺憾なく発揮してくれること間違いなし、いや本当に楽しみでございます。果たしてね今年は去年の4勝を超える5勝そして6勝いくことができるのか、達成してくれることをですね祈って応援したいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。